どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ・インボーク、第17回占領戦、お疲れ様でした。グール側の勝利ということで、僕人間側だったんですけどね、負けてしまいました。というわけで、例のごとく、今回も占領戦後のガシャタイムです。行きましょう。まずはチケットガシャ、プレミアムの方からですね。今回の占領戦なんかめちゃくちゃ疲れた気がするんですよね。今回の占領戦はですね、多分上限が3000万ポイントだったんで、いつもより少ないですよね。なんでいつも1億ポイントとか5000万ポイントとかできついよーって思ってた方、何気早く終わって拍子抜けだったのかもしれないんだが、2日ぐらいで終わっちゃうよね。あれもう派遣をさ、徹底的にやっとけば周回する必要ないから2日ぐらいで終わった記憶がありますね。あと何してやんって言われると本当にもう派遣しかしてなくて、最強降臨も確かなかったから今回は。さあ何が来る？てかさっき最高だったな。最高熟練で 100% になったわ。でもね、今回の占領戦めちゃくちゃ促進剤落ちたんですよね。40も落ちないのかな。いや、回収合わせて多分ね、50ぐらいあったような気がしますね。最初20個か、21個ぐらいスタートしたから、40はね、絶対回収できてる。でもめちゃめちゃ回収できたなっていう。到達も合わせてね。で、次、どのキャラをね、促進剤で強化しようかなと思って。まあ、ササコか、銀杭のウリやってもよかったんだけど、間に合わなかったんだよな。もう特攻の補正がかかんないから、多分ね、次の占領戦からは。てか、過去のキャラクターとかも、バンバンね、特攻かけていってくれないかな。なんか、いつも、最近はね、フェスゲンとか、プレミアムで登場したキャラクターのみ、ね、特攻補正かかって、占領戦が来るたびに、まあそのキャラクターだけになってる感は否めないからさ、占領戦が2週間周期になって、2週間やって1週間休んでの周期になって、まあ否めないからさ、まあもっと過去のキャラクター、特にクインクスとかガンガン特攻に入れていってもういいんじゃないかなと俺は思いますね。っていうか今回のね、言いたかったのが、占領戦50位以内に入ると、まあ、促進剤を使わなくても、貫突できる分、ヒゲ丸くんが、今回ヒゲ丸くんですけど、もらえるじゃないですか。結構優秀じゃないか。僕とかはね、そんな時間をさ、短縮、時間カットを積んですぐ帰ってきてみて、それ調整ができないからさ、仕事とかしてると。だからもう1回の派遣回収でどれだけポイントを多く持って帰ってきてくれるかなんだよね。その点ひげまるくんは何だっけ、占領ポイントアップの SR と SSR を持ってるんで、1枚ずつ 1.4 倍と 1.7 倍、8倍くらいかな、なんかそう持ってるんで、めちゃくちゃ優秀だと思いましたね。てか嬉しい、俺にとっては。よし、派遣行きましょう。なかなか嬉しいキャラクターですね。みんなはあれなのかな、回収できたのかな。50以内って結構きついね。まあ促進剤を使えば誰でも貫突はできるんでいいんですけど。お、笹子じゃん。まあ笹子は売ってますね、正直。もう本当に占領ポイントの SSR 持ってるやつとか、まあ、時短とか、時短 SSR 持ってるやつとかしか重宝してないですね。コストカットとか、まあ、新情報もあってもいいんだけど、まあ、新情報とかは、しか持ってないやつはね、育ててないです、基本的に。お、あやと、お前、ビンゴするかと思ったわ、今一瞬。有馬か、久しぶりだな。そろそろこのチケガシャの中身入れ替えてもいいんじゃないか。 SR か。あ、今回ボックスの整理しなくてもいける説あるわ。 SR か、なるほど。で、これか、派遣確定の、あ、 SSR 確定のチケット引いていきましょう。2枚ですね。負けたんで少ないですね。
勝ち負けで変わるよね、 SSR 確定のチケットの数。お、ノロじゃん、いいね。ノロも持ってるんですよ、 1.8 倍。あ、じゃあちょっと整理しましょう。ノロとか、店長はあれだ、SR だったな、 1.6 倍だったか。アリマ持ってたっけな。お、またノロじゃん、いいね。ノロはね、貫突1枚と余分に1枚持ってるんで、ま、貫突できるまでまたどんどん増殖させていこうかなと思ってるんですけど、これだね、プレイヤブルキャラクターのエース。もう欲しいものって言ったら、スリッパの黒髪重蔵があと1枚足りないぐらいかな、欲しいって言ったら。あとはなんだろうな、ないかな正直。おお、マジか、あざす。欲しいと思ってたやつがドンピシャで当たるっていうね。まああとはもう篠原さんでも岩っちょでも、あー出てきてくださいよ、はい、いいっすよ。俺欲しいもんがもう一発で出てくれたんで満足ですね。まあクイックス初代のシラスとか、あ、ウリエとかも貫突しないんでね、ムツキとかもそこら辺が出てくれてもいいんだけど。操作感、これ嫌な予感するんだけど。あ、窓さんか、よかった。窓さんも売ってるから今日これで2枚目だけど多分売ると思うよ。ただ売ってもね、 RC ポイントがもう今60万ぐらいあるのかな。6ヶ月分の促進剤も買う分溜まってんだよな。ほんとガシャ回さなくていい状態。新しいキャラ来たらとつりたいけどね。ただ促進剤が本当に足りないんだよ。限界額、毎月1体追加してそいつをとつろうと思って、やっぱガシャを確定枠まで何回か回すとか、その神引きを見せないといけなくなってくる。さあラスト、誰が来てくれるかな。さっき錦が来てたね。初代インボケン、ほんと最初の方を支えたあの最強キャラクター、グール、アヤトかな。お、もうマジか、もう予言者だぞ、本当に今日やべえ、俺なんか目覚めたかもしれねえ。アヤトかなって、今ふっとアヤトが頭に出てきたんだよね。やばくない。はい、ということで予言者エネムということでね、占領戦17回本当にお疲れ様でした。次回は18回来週からですね。まあ週末のフェスでトーカちゃん来てくれると思うんで、また確定枠まで回すか、まあその時決めようかな。多分回さない確率の方が高いと思います。リセマラランキングの動画もですね作ってるんで、トーカちゃん来て性能が変わってなかったら、まあ一番上に入れてもいいような気がするんだよ、リセマラだから。うん、まあちょっとそこはまた考え、俺が勝手に僕の独断で入れさせてもらいます。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。